おはようございます。大輝です。今日は多くの人がこの本で変わった、鶴光一コンセプトノートという一冊をご紹介させていただきます。今回4回目の紹介動画になります。鶴先生について詳しくは1回目の動画で、本書の内容全般についてこういった書籍なんですよというところは2回目の動画で、それぞれ冒頭部分で詳しくご紹介させていただいております。 これまで3回にわたってどんなことを一緒に学ばせていただいてきたか、猛スピードでざっくり復習させていただくと、まず1回目の動画では、この世界に対する見方。どの立場からこの世界を見て生きていくことを選択しますかというお話をさせていただきました。有限の存在。 自分はこの世界のいわば被害者なんだ。この世界が先にあって後から生まれてきた。だからこの世界のいろんな制限を受けてその中で何者かにならなければならないということでずっと努力し続けなければいけないという立場を選択するのか。無限の立場。 この世界は自分の意識が反映された世界だから自分はこの世界の創造主なんだ。だから自分の意識を変えることによって自分の人生をいくらでも自由に変えることができる。だからこの自分の人生に起きてくることすべてに自分は ある意味、責任を持たなければいけない。責任者なんだという立場。この世界の被害者なのか、責任者なのか。多くの場合は、被害者の立場を無意識に選択してしまっている。それが、なかなか何をやっても、ああ、これで幸せという風にならない原因になってしまってるんですよ。 今まで意識的にしろ無意識的にしろこういう生き方をしてきてしまった人は「無限の存在自分の意識がこの世界を作ってるんだ」という立場を選択してみませんかという提案を鶴先生はしてくださっているということなんですね。でこのお話がより腑に落ちるように2回目の動画ではいろんな 角度から鶴先生が教えてくださっているお話をいくつかご紹介させていただきました。で、その中でも特にこの世界っていうのは逆説の世界なんですよと。何にも変える必要がない。今、ここが完全なんだっていうことがわかると、逆にこの世界はいい方向に変わっていくんだよと。一生懸命何かを変えなければ、外側に働きかける。 あるいは外側の条件に合わせて社会のいろんな決まり事、社会が個人に期待することとか、そういったものに合わせて自分を変えなければならないと思っているうちは、その変えなければならないという現実がずっと作られ続けますよ。ということ。その何かをせねばならない。 っていうことは今自分は完璧だめな,なんだという観念が根底にあるだから悟りたいとか下脱したいとかっていうのも同じことだよ悟りたいと思ってる限りはいつまでたっても悟れない現実が来るんだよ今しか時間はないから今ダメなものは永遠にダメなんですよ今 自分が置かれている環境、今いる場所、そこで完璧なんだということがわかるということが大事なんですよというお話でした。そして3回目、前回の動画ではそれをですね、よりまたしっかりと腑に落としていくためのお話ということで、今、その場所で輝くために 私たち一人一人は存在してるんですよ。いや、でも、あれがあれば、これがなければ、あの人さえいなければという、その輝くための条件みたいなものが出てきたら、それは、それに合わせて自分を変えねばならないという観念を自分で持ってしまっているということですよ。自分で自分を 束縛しているんですよ。だから自分の行動の動機が何々せねばならないというところから来てるのか、これをしたいからするという本来の私たちのあり方、自由であるのか、どっちかを見ていくことによって自分が今やっていることっていうのは、 自分が輝くことにつながるんだろうかそれとも自分で一生懸命不幸の穴を掘って、それを埋める。そしてまた埋めたら掘ってっていうことを繰り返しているのかどっちかっていうのを確認してみましょうというお話でした。いや、とはいえ、今頑張ってね、未来の目標達成のためにここで我慢するとかっていうのはどうなんでしょうっていう疑問が 出てきたりしますよね。ここについてもお話しさせていただいております。まあ、今のね、簡単にではあるんですが、お話しさせていただいた部分、これだけではちょっとね、よくわかんないという方もいらっしゃると思いますので、今回の動画見ていただいてからでも結構ですので、まだの方はですね、もっと知りたいなと思ったら、1、2、3と順番に見ていただけますと嬉しいです。というわけで、今回はですね、4回目、 にして、やっと前半部分、本書の前半部分が終わるかもしれないということで、というのは一応ですね、ここまで有限の存在をやめて、無限の存在として生きていこう。この世界の被害者をやめて、責任者として自分の意識に向き合って、意識を変えることによって、 いらない価値観とかっていうのを手放すことによって世界を変えていこう。自分の人生で体験する出来事を変えていこうと決意したときにすぐにまたこの世界の被害者、有限の存在にいつの間にか戻ってしまう場合が多いんですよとその原因をまず 知って、知ったらそれを手放してみましょう。ということで、恐れと判断という二つを手放すというお話。そしてその後で、無限の存在として私たちが与えられた力、選択の自由というものを使って、人生をよりよく 作り変えていきましょうというお話。3つご用意させていただいたんですけれども、もしかしたら、恐れの部分で、だいぶ時間を使ってしまうかもしれないなというふうに感じておりますので、行けたら全部行きたいんですが、行けなければ恐れまでで、その判断を手放すと、 選択の自由っていう部分については次回に回させていただくかもしれません。というわけで早速やっていきたいと思います。えー、この恐れを手放すというところ、ものすごく大事になってくるんですけれども、私たちの意識的にせよ、無意識的にせよ、選択して行動を 起こしている、その、源には、恐れが多くの場合、横たわってるんですよ。というふうに、鶴先生は教えてくださるんですね。有限の存在として、この世界の被害者として生きている場合は、ということです。例えば、多くの人は、お仕事をされますよね。 その仕事をするときに、結果を残そうとか。まあ、結果を残そうとまでしないにしろ、その職場で嫌われないようにしようとか。なんとか、みんなと同じぐらいは頑張ろうとかっていうふうに努力しますよね。で、これはなんでするのか。 考えてみると、まずはいや、生きてかなきゃいけないか。お金をいただかなきゃいけないか。そうしないと食べ物も買えないし、住む場所も、ね、必要な車だって手に入らないし、とかっていうふうに、まずはその肉体や環境を維持するという目的があって、 そのための手段としてお金が必要だからそれを得るために仕事をしている。これ当たり前に感じますよね。だけどそれって本当なのって自分で考えてみたことありますか本当に働かないと食べていけないでしょうか 働かざる者食うべからず、本当でしょうかその価値観、どこで拾ってきましたかいや、社会が。ねそうやって言うじゃん。それ、有限の存在の、この世界の被害者の立場から、この世界を見ていませんかあなた、今の仕事、本当に したいんですかいや、今したくないけど。でも生きるためには仕方なく、仕方なく、前回の動画で出てました。この仕方なくには落とし穴があるんですよ、というところ。まあ、ここでは詳しくお話ししないんですがえ、この仕方なくというのはね、どっから自分は持ってきてしまったんだろうか。ね。で、この仕事とお金に関しては、 後の部分、判断の部分にもつながってくるので、そこでまたお話しさせていただきますが、とにかく、まあ仕事だけではなく、そういうふうに私たちは外側への対処に毎日毎日忙しくしてるんだ。一生懸命仕事をしなければならない。ね。で、結果を残した。昇進しました。 そしたら今度はその昇進した立場でまた結果を残さなければこの地位が失われてしまうんじゃないかと。例えば結果を残してなくて昇進とかっていうのをしてないにしてもここで自分が今いる職場を仕事を 失わないためには、やっぱりある程度みんなに合わせて一生懸命努力しなければならないと。その自分の環境の維持のために一生懸命外側に合わせて自分を変えようと。と外側を変えよう。例えば自分が優位に立つために人を蹴落とそうとかね。自分と合わない。 同僚を排除するように、ちょっといじめてやろうとか、もしかしたら考えちゃう人もいるかもしれない。それは全て自分を守るためにやってるんですよ。で、究極的に自分を守ってどうしたいんですかっていうと、安心して生きていきたいんですよね。もう、何にもしなくても自分は、 食べていけるんだとか、ね、この環境がずっと続くんだっていう風になったら、安心だって思えますよね。だけど、外側を変えようと思って、あるいは外側に合わせて自分を変えようと思って、努力し続けた結果、果たして安心というものがあなたに来ましたか っていうこと。これ、考えてみてください。っていうことなんですね。例えば、家があったらいいな。家を買うために一生懸命仕事をしよう。で、この家もまた、あんまり小さい家だと他の人と比べて、とかね。まあ、そういうふうに考えて、ある程度じゃあ、大きな家を、 手に入れた。で、この手に入れるまでっていうのは、手に入らないんじゃないかなっていう恐れから、ね、このままでは手に入らないんじゃないかなという恐れから、お金を稼ぐ。仕事をする。で、外側を変えようとしますよね。で、手に入った。手に入ったら、じゃあそれで、安心したいから家が欲しいと思って手に入れたんですよね。 じゃあそれで安心できましたかっていうと、つかの間、安心はできるかもしれない。だけど今度は、手に入れたら手に入れたで、これを維持していかなければいけない。修繕しなきゃいけないし、ね、固定資産税だってかかってくるし、あまた仕事しなきゃ。また、えいつ壊れるかわかんない。 とかってね。まあ、これ家に限らず車だろうがね。さっき言ったような仕事上の地位だろうが一緒です。手に入れるまでは手に入らないんじゃないかという恐れに突き動かされて行動していく。で、手に入ったら手に入ったで、それを今度は失うんじゃないかという恐れでそれを維持するために一生懸命行動していく。 いつ安心するんですかもう、外側の条件を変えたら、あるいは、何度も言ってるように、外側の条件に合わせて自分を変えたら、安心できる日が来るんじゃないか、という思い込みを 勘違いをやめてみませんか実は、そのやり方では、恐れというものを手放すことはできないんですよ。ということに、そろそろ気づいてきませんかじゃあどうしたら恐れっていうのを手放せるんですか何度も言ってますよね。有限の存在。 この世界の被害者をやめればいいんですよ。無限の存在。この世界で体験することの全ての責任は自分にある。自分の内側、意識を変えれば、それを変えることができる。というお話しましたよね。だから、恐れ。 というものを手放したければ自分の内側に向き合う必要があるんですよ。外側を変えるんじゃなく、外側に合わせて自分が努力するんではなく自分の意識に向き合って自分の中の何がこういう恐れを生み出す恐れを感じる 現実を作り出してるんだろうか。そういう風うに見ていくことが必要になってくるんですよ。それでしかこの世界は実は変わらないんですよ。ということなんですね。で、私たちの多くが無条件に、そして 異常に今恐れてしまっていることが人から拒絶されるということなんですよというふうに鶴先生は教えてくださるんですね。確かに誰かにお前ダメなやつだなって言われたりあなたのこと嫌いですって言われたりすると なんだかものすごく傷ついたような気がして、そうなりたくないって思うからこそ、人に嫌われたくない。人に変だって思われたくない。そういうふうな恐れから周りに合わせるような行動をとってしまう場合が多いと思うんですよ。で、実は、 それってものすごい勘違いから始まってるんですよっていうことを教えてくださるんですね。だからもう私たちは人に拒絶されるということを恐れる必要はないんですよ。だって勘違いなんだもん、それって。どういうことか。もともと 私たちっていうのは存在するだけでものすごい価値のあるそういう存在なんだ。一人一人。何もしなくてもそのまんまで完璧な存在なんだ。光のような、そのまんまで光輝ける人に 愛を与えることができる存在として生まれてるんだと。そのことを忘れてしまった。あるいは全く知らない。その状態で生きていると、自分が愛を与えられるなんていうことを知らずに、 一生懸命、愛される努力っていうものを始めてしまう。なぜなら、自分っていう存在は素晴らしい存在なんだというその価値を知らないだけではなく、もっと進んで、自分っていうのはダメなんだ。 一生懸命努力しなくては認めてもらえない存在なんだそういうふうに思ってしまっているだから認めてもらうために愛される努力をしていくだけどそれどこまでやっても結局本来自分が愛を 与えるという存在である私たちが愛をどこかからもらおうとしてそれをいくら集めたところで安心できないんだよと。とだってその愛がねまたなくなったらどうしようっていうねさっきと同じような恐れが出てきてしまう。でその愛される努力を 続ける限り、拒絶への恐怖はなくならないんだと。だから私たちはそれをしなくても愛されるべき存在だし、なんなら自分自身がその愛を出していける存在なんだと。素晴らしい存在なんだということを自覚することですよと。じゃあその拒絶への恐怖、ね、どういうふうに 現れてくるのか、もう少し詳しく見ていきましょうということで、人からあなた嫌いですとか、お前は仕事が満足にできない、ダメなやつだなとか、拒絶されたって感じますよね。そうしたときに、多くの人は、これ前回の動画でもやりましたけど、防御する。 いや、違うんですよ。ね。言い訳。で、逃げ出す。いや、もうあの人嫌だってね。さっさと離れるのと違いますよ。そこに自分の嫌だなとか、あいつ、あんなこと言いやがってっていう、その負の感情を残したまま逃げる。それから、反撃。いや、私は間違ってません。あなたの方が間違ってます。 大体こういう行動をとってしまう。これは拒絶される。それで傷つくというのが怖いから、自分を守ろうとしてるんですよね。でも、今、気づかれた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、拒絶されたと感じた相手に対して、自分も拒絶し返してますよね。あなたが間違ってる。私正しい。いや、違うんですよ。 ね、結局一緒ですよね。ねその拒絶、ここでね、お分かりいただけたかと思うんですけど、実は拒絶というその行為、あなた間違ってるとか、あなた、私の前にも現れないでください、みたいな。これって何ですかっていうと、もう、傷つけられたって、自分が思った人が、 自分を守るために、あるいは、その傷つけられた部分を癒したいがために、他の人から、まあ、エネルギーなのか、愛なのか、そういったものを奪おうとして、ね。まあ、奪えはしないんですけど、ね。それで、拒絶という態度をとってしまうんですよ、と。例えば、自分の上司、 が、さらにその上の上司に叱られた。注意された。で、この自分の直属の上司が拒絶されて、あ、自分は傷ついたと思ったとして、それを今度癒すために、ね。自分っていうのは素晴らしい存在なんだっていうこと、自分には価値があるんだっていうことを、 それを保ちたいがために、今度、自分に対して、つまり、下、部下に対して、当たってくる。お前らのせいで、とか。ね。俺は正しいんだ、とか。飲み会に行って、あの上司もうやんなっちゃうぜ、とかね。逃げる、とかね。それから、ま、上司に叱られて、 同僚に当たるとかね。全然関係ないのに家に帰って家族の気に入らない部分、自分の価値観と違う部分を見つけてそれをやたらと注意しだしたりとか。そういうふうに何かを拒絶する人っていうのはすでに傷ついたから。 傷ついたと思った。つまり自分に価値がないという風うに思ってしまってるから、それを何とか埋めようとして、他の人から奪おうとして、外に対して拒絶という反応をしてるだけなんですよ。やたらと自分の正当性を歌うということは、それだけ自分は周りから拒絶されて傷ついたと感じている。 ということなんですよと。やたらと怒鳴ってくる人っていうのはもうすでに誰かに傷つけられたと感じている。自分にはそれだけの価値しかないって自分で思ってしまっているような人なんですよと。そんな傷つきやすい人の単なる拒絶というその行為に なぜ私たちはこんなにも傷つく必要があるんですか相手はもう傷ついてるの。それを埋めようとして自分に当たってくるだけなの。じゃあ、そういう人なんだって。なんなら、慈悲の目で、思いやりの目で見てあげることもできるんじゃないですかそうすると、愛を持ってその人に接するということも、 できるような気がしてきませんかこれが前回言った、その防御、逃避、反撃ではなく、あ、相手はただそう言っただけなんだ。その事実をそのまま認めて、だからといってこの言葉で自分が傷つく必要はない。この人、傷つきやすい人なんだな。別に馬鹿にするとかじゃないですよ。思いやりの目で。要はそれを、 見抜くんですよね。あなた、例えば、劣等感とかっていうのもそうですよね。このチャンネルでも以前ね、一年ぐらい前かな、劣等感について何回かシリーズでやった時があったんですけれども、その劣等感、それを一番最初に身につけたの、いつですかっていう話なんですけど、それがずっとね、自分の中で傷ついた。 と思っててそれを癒すためめにに周りに認められれようって努力し続けるそれが実らなければ今度人に当たるとかねそういうだん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 そういう性格になってしまうとかっていうところもあるのでだからそれを見抜いてしまうっていうことですよね。愛を持って接する見るということはあこの人傷つきやすい人なんだあ劣等感があるのかもしれないなと思って。 そうやって見下すとかじゃなくて、ありのままみたいに。そうすると、見抜かれると、もう、その人は、そういえば自分の恐れを見抜かれてるわけですから、あって、思ったりすることもあると思うんですよ。絶対にそうなるっていうふうには言い切れないんですけど、でも自分の、 対応の仕方も変わりません。このバカ野郎とかってね、何でもかんでも理不尽にバーッと言ってくる。その時に、ああ、すいませんって自分が悪いと思ってればすいませんってなりますけど、そうじゃないって思うならば、別の対応、すいませんと言いながらも、このやっぱり、なんていうかな。そういう雰囲気とか、反抗するじゃないですよ。でもそういう雰囲気って相手に伝わると思うんですよ。だから、相手のそういう拒絶に対して自分は、 傷つく必要は一切ない。だから自分を守る必要もない。ただ単に相手がそうやって反応しているだけなんだと見ていく。これで拒絶に対する恐れというもの。私たちは自動的にそういう反応をしてしまっているということなんですね。それに意識的に気がついて拒絶された、あるいは 拒絶されるかもしれないということに対する恐れを手放してみませんかだって勘違いなんだもん。元は自分っていうのは誰かに愛してもらわなければいけないような小さな存在ではない。愛を与えることができる置かれた場所で 光り輝くことができる。そういう素晴らしい存在なんだという。それを自覚することっていうことなんですね。で、じゃあこの恐れ、どうやったら消えるんですかっていうところ、もう今すでに出てきましたけど、愛で接するんですよ。愛を出すんですよ。というふうに鶴先生も教えてくださるんですね。これ、神との対話の一冊目。 でも出てくる。このチャンネルでもご紹介させていただきました。この世界というのは愛と恐れしかないんだよと。とだからどちらか一方を選べば、どちらか一方はなくなっちゃいますよね。だから愛を選べばいいんだ。そうすると消えちゃうよっていうことなんですね。でも、私、人に優しくとか、 親切にとか、なかなかできないんですって。その、まず、愛ってなんだろうっていうところから、ね。優しくとか、親切っていうのも愛かもしれない。だけど、この愛で接するってなった時に、愛って何かっていうのをある程度自分の中で分かっておくっていうのも大事ですよね。で、これは人それぞれ、 あ、こうだなっていうのがあればそれでいいかなと思うんですけど僕の中での今のところの結論完璧に分かったっていう日はね来ないかなと思ってるんですけど愛っていうのはこれって決められるようなものではなくてその 瞬間、その瞬間、自分が置かれた場所、状況で、エゴではない。エゴではないとかって言うと分かりづらいので、損得感情とかではない。あるいは自分を守ろうとかっていうね、そういう思考ではないところから、つまり、良心と言ったらいいのかな。 そこから出てくる純粋な行動が愛なんじゃないかな。なだから優しくするっていうのも時によっては愛だし。逆に優しくすることが時と場合によってはそれが愛じゃない場合もあるし。要はここで優しくしておけば後から自分に見返りがとかってこれ愛からではない気がしますよね。だから その時々で、そういうふうにどこから出てくるかね。私たちは本来愛の存在なので。本来のあり方で、その場で純粋に、あ、これをしたい。これをしてあげたいと思った時に、それが愛なんじゃないか。だからこれっていう形では表せないんじゃないか。 洋菓子なんかも小麦粉からバターからなんかでいろんなものができますよね。クッキーもあればケーキもあればね。その中でその時々自分が作りたいと思ったものを作るみたいな。だから例えばじゃあ子供を叱る。ね。これはどうなんでしょう恐れじゃないんでしょうかとかっていうのもありますね。例えばこの子の 命がね、危ないから道路に飛び出しちゃいけませんよ。これは、この子が危険にさらされるかもしれないという恐れから来てる。これは愛じゃないような気がしますとか、いろんなこう疑問が出てくると思うんですよ。こういうのも自分の中でね、一個ずつ消化していけば、ある程度答えが出てくるかなと思うんですが、まあ、例えば、今出たこの考え方でいくと、確かにそこには恐れが、 あると感じられるかもしれないけれども、そのもっと奥には何があるんですか自分でも言ったように、この子はまだ、そういう、車が危ないとか、そういったことがわからないから教えてあげる。そのことによって、この子がより、安全に生きていけますようにという、愛からなんじゃないですかとかね。だから、 自分のその動機がどっから来てるのか。ね。別に損得感情でね。今、この子をこうやって教えたら自分が得するだろうとか、そんなこと考えてないですよね。純粋に危ない危ないものはダメなんだって言った。それは愛からじゃないですかだからそういうふうに考えていて、まあ僕の中での愛っていうのはそういうことかな。一つにこれってできるものではない。だから本来の私たちのあり方で 報道したもの、自由っていうことでもあるかなっていうところですよね。はい。まあ、よく愛は自由なんだとか、いろんなことあったり、そういう言葉ありますけど、なんとなくそういうことじゃないかなと、今のところ僕は思ってるというだけで、それぞれの答えでいいと思います。これはですね。で、さっき言った、じゃあ優しくできないんです。親切にできないんです。どういう時できないんですかいや、イライラしてたり、落ち込んでたりすると、 それができないんです。イライラするとか落ち込むっていうのは、いわゆる余裕がないという状態だったりしますよね。なんで余裕がないんですかいや、だって、あれもやらなければいけない。これもやらなければいけない。ね。外側に向けて何かを努力して、それが うまくいかない、イライラする。余裕がなくなる。うまくいかない、落ち込む。余裕がなくなる。愛が出せなくなる。でも、それって本当ですかなんでうまくいかなきゃイライラするんですかそれって自分が傷つくことを恐れてるからじゃないですか拒絶されることを 恐れてるからじゃないですか。この仕事がうまくいかなかったら、上司にまたバカ野郎って言われちゃうとかね。その拒絶、恐れる必要がないっていうことが分かりましたよね。自分は他人には傷つけられることはない。どんな状況でも自分という存在、本来の存在は絶対に傷つかないんだ。 その素晴らしい価値がある存在なんだということを自覚さえすればもう外のいろんな条件に応じてイライラしたり落ち込んだりしなくても済むようになるそしたらいつでも愛で接することができますよね条件いらないですよねいや機嫌がいい時だけうまくいってる時は愛を出せるとかないですよね だから、無条件の愛でいられるんです。この無条件の愛でいられるようになったときに、もう、あなたから恐れは出てこなくなりますよ。ということなんですね。他人が自分を傷つけることは決してできない。そのことを、まず、分かってくださいね。これ、ちょっと前回もね、出てきました。 他人が傷つけるんじゃない。自分が自分を傷つけてるんだ。さっきも言ったように他人の拒絶というものを自分が受け入れたことによって自分で自分を傷つける。自分って価値のない存在なんだって思い込んだのは自分ですよ。相手に何言われてた相手言ってるだけなんだ。ああ、そう。相手の意見だ。そう思えたら 自分は傷つかなくて済む。相手の誹謗中傷をそのまま自分に入れてしまったという、そこ、入れてしまうということは、なんとなく自分の中に自分って価値のない存在なんだっていうものがなければ、ね、それ、入れないですよね。だって、自分が、例えば僕は今、人間として生きてるという信念が、ね、カッとしてあるんですけれども、突然ね、 誰かやってきて、あなた虎ですよって言われたって、いえいえ、私、虎じゃないですよ。絶対虎じゃないです。受け入れられませんよね。だけど、ね、これ、私、自分もしかしたら猫科の動物かもしれない。ちょっとでも思ってたら、あなた虎ですって言われたら、あ、もしかしたら虎なのかもしれないとかね。なんかそんな風に、ちょっと受け入れちゃったり。だから、私は、完璧なね、 素晴らしい存在なんだということが、存在してるだけで価値があるんだということが分かってれば、あなたは価値がないって言われようが、あ、そうですか。ね、いや、人間に向かってあなた虎ですよって言ってるのと同じ、何言ってんだろう、この人っていう、そういう状態でいられるよね、ということですね。で、いや、そうは言ってもですよ。なんとなく、そう言われればね、分かるんだけど、でも、やっぱり傷ついちゃう。 わかります。すごく気持ちいい。ね。いや、いくらそう思うと思っても、このバカ野郎とか、お前仕事できないのかとか言われると、うーんってなっちゃうじゃないですか。ね。もう家事もロクインできないのかってね。もう今時こういう人いるかわかんないですけど、なんかね、すごく傷ついちゃう。ね。反射的に。で、そこで、それはそれで別にいいんですと。でも、それが、これ1回目、2回目でもお話したんですけど、それがチャンスなんですよと。何のチャンスですか 内側に向き合うチャンスですよと。となぜそういう人が現れたか。自分の意識が反映されてるって言いましたよね。だから自分の意識の中にこういう人を自分の人生に作り出す何かがあるんですよね。何があるんだろうって見てみましょう。だから外側に向かってね、い違うんですよとか、やってる暇ないと。もうやめなさいと。内側に向き合ってみましょうと。と で、えー、他人のそういう態度に傷つきそうになったら、自分の内側に何かね、そういう否定的な価値観がないだろうか、っていうことを探していく。例えばどういうことですかっていうと、物差しを手放すって、鶴先生は、おっしゃるんですが、 人に何かを自分がしたときに、お礼の一つも言わないという人がいたとするじゃないですか。で、自分の中でそれがものすごく腹が立つ。あるいは上司にね、お礼を言われたことがない。傷つく。それ、なんでだろうって。 見ていくと、何かをしてもらったらお礼を言うのが当たり前、当然という常識じゃないという自分の価値観があるんですよね。で、それがやってもらえなかったから、自分の価値観に反するから、つまり、 お礼を言ってもらえない自分というのは価値のない存在と見られたんだっていう風に勝手に自分で自分の心にトゲを刺してしまう。で、腹が立ったり悲しんだりしてしまう。だから自分の中のそういうね固定観念というか全員 同じこの世界を生きていながら、それぞれ違う価値観でこの世界を見て生きているんですよね。なんだけど、みんな自分と同じ価値観を持って生きてるだろうといつの間にか錯覚してしまう。なぜなら自分が正しいと思い込んでしまうから。そうすると、 何かをしたときにお礼を言われない。ね。イラっとくる。傷つく。でもそんな必要ないですよ。あ、そういう人なんだ。むしろそういう人が出てきたら、あ、自分の中にそういうこだわりがあったな。何としてでもお礼をしなければいけないとかっていう。それをちょっと手放してみようかな。手放す。 って言っても別にどうにかこうにかして手放すというのではなくてあるということにまず気がつく。で、気がつくとそういう感情がムクムクと出てきた時にまた気づけるようになるんですよ。で、そこで機嫌を損ねて損するの誰だろういや、自分だよな。自分のこの大事な命の時間。そういうちょっとしたね、自分の価値観と違う人の言動や行動でわざわざ傷ついて。 悲しい気持ちで過ごす。これってどうなんだろうもったいないよな。今的な言い方で言うと合理的じゃないよねとか、効率的じゃないよね。なんかタイパーとかね、タムパーとかってあの言ったりすることもあるそうなんですけれどもね、タイムパフォーマンスみたいな。そういう風に見てたところでもうやっぱりもったいないですよね。だからそういうね。 価値観に気がつくためにそういう人たちが出てきてるんだ、ね。そういうふうに自分の内側に向き合うチャンスだと捉えましょう。だから自分に傷つくような、今までだったらね、自分をこう傷つけるようなことを言ってくる人、そういう態度を取ってくる人がいたら、ああ、ここに教科書があった。どれどれ、これを一つ参考に自分の内側に向き合ってみようじゃないか。そしたら、 そんな人相手にしてる暇なくなっちゃうはずなんですよ。っていうところですね。で、じゃあさ、と。今、今言ったのは、その、精神的な部分。えー、言葉とか、まあ、言葉の暴力っていう部分もね、ありますけれども。じゃあ、肉体面のことどうなのよと。え、殴ったり、ね。それから、あの、事故に巻き込まれたり、ね。あの、そういうことっていうのは、 どううなんですすかってていい疑問も出てくると思いますここについてはね本書で出てきてる話ではないのでちょっと僕なりに考察させていただいた部分ただあのやっぱり誤解を生んでしまう部分とかもあると思うのでこれはちょっとメンバーさん限定でお話しさせていただきたいなと思いますというわけでやっぱり恐れを手放すという部分で終わってしまったんですがまあこうお話ししてみてちょっと感じるのがですね やっぱり、あの、なんだろう。この、鶴先生の書籍っていうのは、いろんな自分が今まで学んできたとこ、こととかっていうのは、こう、点と点で、線で繋がっていくな、というところなんですよね。僕も、今こう、お話しさせていただいているのが、こういうお話に持っていくつもりではなかった部分っていうのが、かなりあって、ただ、あ、あの時学んだ、あれが、 ここと繋がってくるんだなとかっていう風に自然とこう出てくる言葉だからちょっとこう長くなっちゃってまたねえ今回で前半終わるって言ったのにまた次回やりますよとかねただそれだけすごく大事な部分かなと思ってるんですよであのだからそういう体験をしたい方はぜひ本書を読んでみていただきたいなとも思いますしで次回で次回こそ次回でもこの もう前半部分終わりたいと思います。でね、はい、あの判断を手放す。ね、今、恐れを手放すというところまで行きました。で、最後ね、自分のそういう常識、普通とか当たり前と思っているその価値観、握ってしまっている物差しによって、外側の世界に嫌な人とかを見ることがあるんだよということをお話しさせていただきました。つまり、その 物差しで判断をし続けている限り、永遠と私たちは恐れを感じるような出来事を作り続けてしまう、ね。だから恐れを根本的になくすには、さっき言ったようなその愛でいられるようにする。自分は傷つく必要がないんだということがわかるということ。で、とはいえ、 日常生活生きてるとどうしてもそうやって傷ついたって思ってしまうようなことが起きてくるから、その時に判断というもの、この物差しを手放しておくと、そのやり方を覚えておくと、有限の存在、この世界の被害者にいつの間にか戻るということを防ぎやすくなりますよねということで、次回その判断を手放すというお話、ね。 え、その、さっき、ちょっと冒頭でお話した、お金と仕事。ここね、いや、どうは言ってもね、仕事しないとみたいな、そこをどう手放していくのか、とかっていうところについて、鶴先生がお話しくださっている部分。そして、え、最後、次回行ければ嬉しいんですけれども、選択の自由を使うというところまでですね、え、行きたいなと思います。で、実はですね、あの、 前回の動画に質問がありまして、ものすごく、あの、良いご質問だなというと、すごく上から目線に感じるかもしれないですけど、すごく本当に良い,いご質問してくださったなというふうに思っててで、これ僕自身もずっと疑問に思ってたことで、集合意識に対する謎があるんですよ。他人はいない、ね、存在しないんだ、自分がこの世界作ってるんだと言いながらも、 集合意識の影響を受けるって言ってどういうことですか結局他人いるんじゃないですかね。これに対する、あの、答えがなかなか出ないんだと。で、それに対して教えてくださってる本とかっていうのもなかなかないんだということで、え僕も完璧に言語化できているわけじゃないんですけれども、ちょっとね、それもやってみたんですよ。で、それも次回いけるかどうかわかりませんけれども。 次回はとにかく判断を手放すっていうところですね。そこまでいけていけたら選択の自由、そしてもっといけたら集合意識の謎というところまでいきたいと思っております。すいません。前半部分終わりませんでした。はい。というわけで、あの、次回また一緒に学んでみていただけますと嬉しいです。というわけで、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。自分の主人は自分ということを忘れずに健康でお過ごしください。 よろしければチャンネル登録や高評価、コメントなんかいただけるとすごく嬉しいです。また、えー、メンバーさん限定で、えー、いろんな動画も上げてますし、YouTube じゃないところでね、オンラインコミュニティみたいなところで一緒にこう学ばせていただく、そういう部分も作らせていただいております。よろしければ URL 貼っておきますので、そちらもご興味があれば覗いてみてください。毎月ね、講座なんかやらせていただいてます。今月はですね、食というテーマでちょっとやってみようかなとかっていうところも考えてます。ということで、 えー、皆さんが健康で幸せでありますように、今、どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ。今日もありがとうございました。